こんばんは、ギャルになった人妻マリアです。よろしくお願いします。今日は、独身のギャルの皆さんに来てもらってですね、いろんなあの雑談をしようという会になっております。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ一人ずつね順にあの紹介していきたいと思います。こちら、ギャルさんのリーダーライコンブさんです。よろしくお願いします。ちょっと今日は髪の毛がプルプルしてるんですけど確かにいつも通りやっていきます。気になる方いると思うんですけど気にしないでください。大丈夫です。前回私のあのバングルがプルプルしてましたんでね。いやもうあれずっと気になってたの、はい、私もずっと気になってた。あれはあのなんかあれはあのちょっと音符をミスっててですね、はい、してましたね。あれなんでこの前とか言ったら普通すぐアルドラさんが音符って音符おかしいって書いてくださっててそうそれで分かりましたね。はい、忘れてください。じゃあ次お隣ゆうぴさんチームちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ、バブちゃんみたいね、かわいいね今日ね。よろしくお願いします。今日は、うん、今日はなんか抱負がありました？はい、あ、ないない今日はよろしくお願いしますってことか。あ、はい、あ、すいません、はい、いやいや、寝起きなんで、寝起きでね、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、来てくださって、はい、ありがとうございます。はいはい、それから N さんです。よろしくお願いします。はい、N です。よろしくお願いします。お願いします。おとなしくしてます、話してくださいはい、じゃあ最後あのこちらイケメンくんがですね、あの男性の立場のねコメントをくださるあのポジションで来てくださってます。イケメンさんよろしくお願いします。はい、見届け人です。よろしくお願いしますお願いします。かっこいいねイエーイ、よろしくお願いします。いいねいいね。え、ここってアフターできるんですか？そういう制度はございませんのであのそれはちょっと遠慮いただいてよろしいですか？あ、はい、すいません、はい、ありがとうございますでもね、独身だからね、そりゃね、いい男がいたらね、行かないと。そうですよ、ね、いけないもんね。そうですよ、もうずっと助走つけてる状態なんですよ。もう疲れました走りたい走りたいずっと助走つけてほら、はい、今日はですね、またねマシュマロを募集しまして、独身のギャルに質問したいことある人お願いしますっていう形で何でもいいですっていう風にあの募集したので、はい、なんかねいろんな多岐にわたる質問が来てますんで、うん、一つ一つちょっと皆さんにね聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速一つ目ですけど、結婚相手に求めるものは何ですかという質問が来ていますが、皆さんどうですか？あの経済的余裕と安心感を求めてます。すごいもう答え慣れた感じで出てきますね。いや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 、慣れてないけど、はっきり決まってるからはっきり決まってるからね、うん、そうなるほどね。はいはいはい、あのでもあのちょっと弁解したくて、経済的余裕っていうと、うんうん、なぜかこう結構ああ男のお金頼りに生きていこうとしてるんだって思う方が多いんですけど、はいはい、そういうわけではなく、経済的余裕があると心の余裕もあるし、うんうん、教養とか、うんうん、まあ、生活水準とかも合わせなきゃいけないじゃないですか、うん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 、一緒に住むとかってなると、うんうんうん、っていう意味で ある程度の経済的余裕がある人の方が自分はうまくやっていけるだろうなっていうのと、まあ、安心感は普通に安心感が欲しいですね。なるほど、はい、取り直した方がいいかな。いや、いいと思う。なんかいいよね、あれだよね、なんか1年前よりすごい上手になってるなっていう、ね、答え方が磨かれてますね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。結婚したいかどうかとかにもねよると思うんですけど、昆布さんはどうですか？昆布は、うん、すぐ謝ってくれる人あなんかその言い方すごい過去に謝らない人の経験があったみたいな気がしますね、うんうん、私がすごくわがままで頑固だから、うん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 、もうすぐ謝ってくれる人がすごく相性がいい、ね、相手が悪くても覚えてくれる、本当が絶対悪くてもが謝ってくれる。質問ありですか？はい、どうぞ、もちろんです。はい、
コムちゃん謝られた時に昆布もごめんねって謝り返す？うん。OK。謝られたらしないけど、でも一晩寝て昨日はごめんねっていう。あ、言うんだ。あ、その場ではできないけど、うん、一晩寝れば OK なんだ。じゃあすぐ謝ってこなくてもいいんじゃないの？いや、謝るのは早いに越したことはない。なるほど、OK です。なるほどね。いや、具体的。めっちゃ具体的。なるほど。乾杯。はいはいはい。今年もよろしくお願いします。はい、お願いします。お客さんだけが乾杯してる。あ、イケメンさん。いえ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 、私にもください。はいはいはい。イェーイ。乾杯乾杯乾杯。乾杯乾杯。イケメンくんも乾杯。今年もよろしくお願いします。イケメンイェーイ。イケメンイエーイ乾杯いやイケメンはいいですよね。何を求めるんだろうね。まあでも経済力も大事だよね、うん、なんかある程度心に余裕ある人じゃないとしんどいというか、自分のことは自分でやってよみたいな。そうそうだよね、うん、確かに確かに、うんうん、じゃあ N さんは結婚願望あります？ないです。ないですよね。ってことは結婚に求めるものが特にない。特にない。なるほどね。別に他、うん、結婚したいと思ってないし、うん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 、子供を産みたいとも思ってないし、うん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 、そうなんだ。なので特に、うん、ない。うんうん、なんかその、好きな人とか付き合ってる人と付き合い続けて、その先に結果的に結婚があるとかだったらまだ別にいいんだけど、うん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 、結婚しようみたいな、うんうんうん、ゴールが結婚みたいなのは全然なくて。なるほどね。なんで好きかどうか分かんない人と結婚を前提に付き合うんだろうみたいな。好きじゃない人とまず付き合わなくないですか？そこ気になった私も。結婚したいから婚活しようみたいなとかみんな始まる。多分それは結婚がゴールというか、大切に好きになれる人に出会いたいで、最終的には好きな人と結婚したいから、じゃあ婚活に行こうっていう結婚願望がある人と出会った方がいいかなっていう感じで婚活に行くんじゃないかなって。おお、そうなのわかんない。私はね、うん、友達に一人すごい結婚願望がある人がいるの。一人で死にたくない。はい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 。人がいて、ずーっとマッチングアプリとか、あとなんだ、あの、婚活パーティーとか、ずっと行ってて、うんうんうん、で、うまくいったり別れたりみたいなのを繰り返してる人がいて、うん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 、なんでそこまでして結婚したいんだろうなーってすごい思って。うんうんうん、しかも地元にいるから、うんうん、もう出会いがないんだよね、ほとんど。あ、もう人数が少ない。確かにね。じゃあもう思い切って、あるある、そんな結婚したんだったら東京とかに出てきて、うんうん、そういう婚活をしたらって、うん、でもそれがちょっとみたいな感じ。なんかそこまでして結婚したい、うん、みたいな感じになるので、その結婚を求めるものがわからない。うん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 、普通にお金なくても私が持ってるから、うん、かっこいい、うん、かっこいいね強いですね、ね、自立してますね、うんうんうん、いや、なんかね、次の質問が結構面白いんですけど、あの、なんで結婚したいのかなって逆に思うんですが、この質問はですね、あの、特定の人を一生愛せる自信がありません。でも結婚したいし子供も欲しいです。欲張りで傲慢な私を一括してくださいっていう質問なんですけど、これ面白くないですか？即答即答だよ。キリアでいいよ。多分その人の結婚したいはさっき言ってた愛せる人云々っていうよりは経済的な話ですよね、多分。ああ、おそらくね。そっかそっか、そういう目的か。生涯、うんうんうん、そう、おばあちゃんになるまで一人で自分の力だけで生きていく自信はない。なるほどね。けど、うん、愛せるかと言われると愛せる自信もない。これ、なるほど。質問が男性だったら、特定の人を男性だったら一生愛せる自信がありません。結婚でも結婚したいし子供も欲しいです。あ、男性にとって結婚したいはどうなんだろう、うん、純粋に子供が欲しい、そういう家庭の生活に何か夢があるか、社会的責任を感じてるか。あ、なんか結婚プレッシャーをね感じるからみたいなね。あの、私は愛せなくても別にいいと思ってて、うんうん、
自分はあの好きな人を愛せる人と結婚したいんだけど、別に愛情のない結婚なんていくらでもあると思ってるんですよ、うんうんうん、別にいいんじゃないのとは思うけど、その愛情がない代わりに他に何かを与えれないとそうやって成り立たないと思ってるから、うんうんうん、その質問してる方はそれだけのものを与えれるのかどうかって話だと思うんですよね。うん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 、なるほどね。自分は愛を、うん、だからその相手がないの、ね、そうそう、相手が愛がなくてもいいって思えるぐらい魅力的な人間なのかどうかっていう話じゃないですか。うん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 、なるほどね。うんうんうん、確かにね。なんで笑うんですか。そうですね、いやちょっとなんかあの具体的な例が思い浮かんじゃったなと思ってごめんなさいね、うん、はい、確かにそうですね。まあでも一回ちょっと怒ること、そうですね、まあこう、うんうん、怒るっていうか、まあなんか、うん、なんか言ってくれみたいな感じって思ってる、うんうんうん、おこがましい言ってほしいっていうのが分かってんのに、自分で私寝起き機嫌悪いんだったわ。なんかすごい、すごい機嫌悪いんだったわ、私寝起きめっちゃ、すごい切れてるんだけど。そうだった。いや、じゃあってさ、ムカつくんだもん、なんか私は思ってて、結構なんかおこがましいなって。なるほどね、これちょっと動画で使うかどうか判断任せます。そうだね、OK です、うん、だでも、うん、どうしよう、ゆーぴーぴーと仲いい人だったらね、これね、うん、そうですね、それは入れときますね。いい人でも言います、同じことをおこがましいねって言います、大丈夫です、はい、え、昆布さんどう思いますこれ。え、しやめな、それはやめな、みんな機嫌悪い、みんな機嫌悪いね、どうしよう、独身のピリピリ、ピリピリしてる独身の独身のピリピリしがち。あ、別になんか、うん、うん、もうちょっと努力したらって思っちゃう。本当に愛そうとする努力はしてるのかなって思うかな。なるほどね、それから、うん、もし過去に、うん、過去にトラウマがあってちょっと愛すのが怖いのかな、どうなのかなって感じを、まあ、ね、まず人を愛すところから努力してみたらいかがでしょうか。なるほど。だって言ってることがさ、うん、ポテチ食べるのやめらんないけど痩せたいみたいなもんでしょ。そうだね、食べるのやめたらって話じゃんね。いっぱいいるね、痩せたいんだったらね。確かにね、まあ、私も今日そんな感じだったんだけどさ、うん、そうだよね、だからみんなね、人のことをよく言うよ、うん、本当みんなそうでしょ、どうせ。うん、すごいね。すごいね。でもそれは、その、そういう風に言ってほしいっていう質問だから言ってるだけで、まあね、そうだね、一括してほしいんだもんね。そうそう、別に友達と話してて、あのそういう風に言われてもああそうなんだ、大変だねぐらいにしかならないよ、わ、うん、かるよってなるけど、うん、そうそうそう、ね、怒ってくれって感じだから。そうだね、確かにね、それがお願いだからね、うんうん、お願い通りだね。そうそうそう、 N さんどう思います？でもこれ、これ、はい、いやどう、なんか一回、いやなんか結構どうでもいいと思っちゃったんだけど、私は人を愛せなくても、うん、結局人を愛せなくても結婚はできるから、うん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 、その好きな人との子供が欲しいという多分理想があるんだよね、この人には、うんうんうん、すごく好きな人と結婚して子供を産みたいっていう、こう大きなこう温かい家庭を作りたいっていう理想があるんだろうから、それが自分の中でできないのだったら、早めに好きな人なのか結婚なのか、好きではなくても結婚するのか、こうどっちかを選ぶっていうのも必要なんじゃないのかな。自分の中で誰かを愛せないっていうんだったら、この好きな人に出会ってないだけかもしれないから、ある程度自分の中でこう期限を決めて、あ、私は人をあまり愛せないのかもしれない、じゃあそこまで好きじゃないけど、結婚して子供を産んで家庭を作るっていう方にゴールをしよう、ゴールにしようっていうふうに選ぶっていう、こう現実的道を選んだらいいんじゃないかな。うん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 、めっちゃまともすぎて、ね、全部カットしてもらっていいですか。最初の意味、いやいいですね、いいですね、本当Nさん以外誰も喋らない動画になっちゃうね。次、皆さんは焼き餅を焼きやすいですかっていう質問があるんですけど、どうですか。めちゃ、私めちゃくちゃ焼く。お、私もだよね、この3人はね、やばいと思う、私は相当焼くと思うんだけど。ただ
待って、はい、でも、はい、うん、焼くけど、うん、あのそんなに表現しない、うんうんうん、え、そうなんだ、え、そうなんだ、うん、じゃあ静かに怒ってるってこと、怖くない、なんだろう、焼き餅は焼くんだけど、うん、束縛は絶対したくないし、自分が小さくて焼いてるっていう事実を分かっているから、はいはいはい、相手にそれは押し付けたくない、はいはいはい、けどすぐ焼いちゃう、てか独占欲がとにかくすごい私は。あ、そうなんだね、うん、うんうんうん、え、独占欲ね、え、どういうレベルで、他の女の子と話してほしくないぐらいのレベルで、うん、あ、いや別に話しててもいいんだけど、うんうんうん、なんていうのかな、例えば、うん、私にはそんななんか優しくしないのに、うんうん、他の子に優しくしてる現場を見ちゃったりとかすると、うんうん、なんで私にも優しくしてよとかは思っちゃう、うんうん、でも言えないから言わないけど、言ってないでも、そう、なんか女の子に対して、うん、そういうのこうすぐ言えるタイプじゃないの、言わないの、言えないかな、嫉妬はあんまり。そうなんだ、へえ。なんか謎のプライドがあって、嫉妬している自分を見せたくない、なんか別に気にしてないよみたいな、だからなんか女の子と仲良さそうにしてたら自分も男の子のとこ行って全然全然みたいな感じになる。あ、仕返しね。うん、そういうタイプではなかったんだけど、うんうんうん、昔前に付き合ってた彼氏、結構前ね、うんうん、に付き合ってた彼氏が嫉妬した時に私に言った一言があって、うんうんうん、お前ができることは俺も全部できるからねって言われて、うん、だから自分が嫌だったらやるなよって言われたことがあるんですよ。それからは、ね、あ、なるほどと思って嫉妬した時は、はいはいはい、自分も仕返しってわけではないけど、うんうんうん、嫌な気持ちになることを伝えたいって思って、なるほどね、そういう気持ちになってるんだよ、相手が嫉妬しないんだったらそれでいいんだけど、うん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 、そうそうそう、でも同じ気持ちになる可能性もあるんだったらそれは嫌がることだからねっていうのは、はぁ、さしてちゃん、さしてちゃんです。でもそれは結構教育上良さそうですね。うん、私はそれで教育してもらえたから、なるほどね、教育してもらえたから、うん、なるほどなるほど、へえ、面白い。昆布さんはどうですか、焼くときどんな感じなんですか。え、もうすぐ機嫌が悪くなる。え、他の子と話してるだけで。いや、それはないけど、なんだろう、他の子の話をし始めたりとか、私が聞いてないのに、はギリ大丈夫かな。ああ、え、うん、アダルトビデオは逆にそれは気になる。はいはいはい、嫉妬はしないよね、わかる、うんうん、続けないで、それはもうなんかヒヤヒヤするこっちが。面白い。話題を変えたいがためにちょっと質問1個させてほしいんだけど、うん、じゃあ嫉妬した時の対処法は自分の、うん、いやもう私はあからさまに機嫌悪くなってるなって思われるから相手がごめんっていうのを待つ。なるほどね、プラス、はい、そこで謝らないで出てくる、そう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 、でごめんって言ってきたら、うんって言って、じゃあなんか一緒に遊んでとか、うん、今からこれしてとか、うんうん、そういう風にこう、なんだろう、何かをしてもらう、うん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 、あー、はいはいはい、それ僕も質問いいですか、お、ぜひ。それ機嫌悪いなって気づいて謝った時に、うん、こう、うん、はっきりと理由が分かってなかったとして理由を教えてもらえるんですか、うん、それともこっちが正解を教えるかな。結構時間かかるけど、またありがたい。 なんで機嫌悪いのって言ったら嫉妬してるからって言える。いや言わない、うん、教えてもらえないね、これは。違う、教えてもらえない。いいですか。これは大変だよ。ね、どれだったんだろうって考えるのが大変なやつだ。そうはね。で、相手がもうなんかもう心折れて教えてって言ってきたら教える。なるほどね。あ、教えてあげるんだね。うん、最初は自分で考えろよってことね。そう、なるほどね、かわいい、はいはいはい、じゃあちゃんと教えてって言ってくれたら、うん、おねだりされたらそれは回答してあげるんだ、うんうん、なるほど、あ、どうですか、それならいけますか。めっちゃ嬉
どうでしょうね、僕そんなやらかすかな、やらかすかな。いや、やらかすと思う、私。ほら、みんな、満場一致でも、もう1から10までやばいよね。存在してるだけでやらかしてるんだから。うん、うん、そうだよね。え、うん、今もやらか、相手がいないとしても、不特定多数の人が嫉妬してる対象になってると思う。うん、なってる、なってる。そうだよ、そうだよ。うん、あ、なんかゴミちょっと仲良くしてるみたいな、もうやーみたいな、ね、そう思われてる絶対。じゃあちょっともう僕一人身宣言しておこっかな。え、いいよいいよいいよ、全然一緒にいるよ私。一人身とは、うん、N ちゃんは嫉妬した時話しました。嫉妬した時、前はめちゃくちゃ本人に言ってた、ぶつけてた。でも良くないなって思って、なんか、ま、本当に嫌なことは言うけど、ただのやきもちだったら別に言わなくていい、言う、いや、まあ、言い過ぎてる時もあるからダメだなって思って、うんうん、言わないようにしようって思うようにしてる。へえ、何もないけど。ああ、でも N さんってそんなすぐ嫉妬するんですか？めちゃくちゃする。どういう感じ？めちゃくちゃする。さっきコンブさん言ってたみたいに他の女の話するとか、なんかそういう具体的な。芸能人そこ気になるんだね。芸能人なんかあるの？いや、なんかあったところは。インフルエンサーとか、うん、ツイッターにいる顔がいい女とか、うんうんうん、そういうのを出されるとムッとするけど、別に言わない。あ、可愛いねみたいな感じで済ませる。それで言うと私全然嫉妬しないかもしれないわ。あ、なんか2人の話を聞いた後だと、あ、うん、全然嫉妬ないなと思って、あの、私が嫉妬するレベルは頭を撫でるとか、なんかそう、女の子扱いを目の前でしている時とか。そんなダメに決まってんじゃん。うん、でもその芸能人に嫉妬したことがないし、アダルトビデオの人にも嫉妬したことなくて、はいはい、別に他の女性を褒めてても、うん、嫉妬しない時はあるんですよ。まあ的を得てるなって時は。うん、でだからで言うとそんなしない方かもしれないなって思った。いや、こっちになろうとしてる私は、うん、こうなる努力をしてる。まあ、そうなんだ。私とは違うしなとも思うし、ゆうびちゃんぐらいの嫉妬しないレベルに なろうって。え、じゃあ例えばツイッターのいいねとかはどうですか？よくこの女にいいねしてるなとか。はい、どうぞ。はい、はい、あのいいねが1個とか入ってるのはいいんですけど、うんうん、明らかにあんたこいつのタイムライン遡ってるやろっていういいねの仕方は嫌だ、うんうん、遡ってるよねって。で、いいんだけど、はいはいはい、なんか結局さ、ツイッターって興味持たないと遡ったりしないじゃん。確かに。で、まあ、前に付き合った人が、そうそうそう、前に付き合った人がコスプレイヤーの女性のいいねが5個ぐらい連続だったんだよね。明らかに遡ってそのコスプレイヤーを見て可愛いと思っていいねしてるじゃん。うん、でなんかさ、そんなことする必要あるって思っちゃうんだよね。うん、で遡って見るのはいいんだけど、いいねをして、うん、何みたいな感じ、何みたいな感じがあったから、うんうん、だから別それも本人に言ったの、あの別に、うん、あのコスプレイヤーを見て可愛いって思うのも別にいいし、リツイートとかいいねするのもいいんだけど、なんかもう遡ってます感出されると気になっちゃうからやだっていう話はした。なるほどね。うん、え、コンブさんはそういうの見てます？だって興味持ってんじゃん。私は絶対めちゃくちゃ見るから、めちゃくちゃ見るやんないでほしい。はぁ、そうなんだ。それはわかるな。わかる、やっぱりすごいな今日の。もうやるなら別赤作ってそっちへファボってって思う。あ、でも見に行くでしょ。見に行くからツイッターやってない人が好きかな。なるほどね、ありました。もうあの焼き餅焼きやすい女しかいないっていうことでいいですね。うん、はい、表には出さないようにしてるよ私は。